こんにちは。じゅんちゃんの横畑商店がそろそろ閉店になるということで、うん、はい、はい、まあ、すごい二振り千振り島の人たちに愛された店で、まあ、僕も大好きで子供の頃から来てることが大好きで、よう、あんたが上手言うがな。じゅんちゃんは横畑商店の一代目、じゅんちゃんが、うん、わしが一代目だぞ、うん、二代目するものおらんだわ。もうちょっとなできりゃいいんだよ、うん、弟の貞のおっさんもね、まあ、腰悪かったりとかしながら本当荷物取りってすごい頑張ってましたね、うん、荷物取りかあんたらに乗せてもらったりするって言っちゃったわ。いやそういうところか貞のおっさんがいっぱい荷物運んでほしいで、もう、うちのやつとかも、あら、あんたとこのお父さんとなと友達で、ああ同級生だもんね、うん、同級生で、うん、あで、まあ、純ちゃんは、純ちゃんが初代で、うん、一代で横畑商店を終わるというのは、本当残念なんですけど。怠惰、あとするもおりゃせんだけんな。うん、まあ、分からない。仕立てて、怠惰ないわい。いや、どうにかこうにかで、あれしちょる嫌なことだわ。もう払いができかねちょるわ、まあ、ここらちゃん。ね、確かに、うん、もう本当、この、食料品店とか儲けちょるっていうふうに思ってる人おるかもしれんけど、もうすごい、うん、問屋さんへの支払いとか、そういだどうは、そうがどうにかできちょら儲けちょるうだだえど、うん、なかなかどうにかこうにかがなかなかできんでこそ、もっといろんな種類の商品を置いとかんと、お客さんも来てご参見っていうことで取ると、やっぱり商品の数だけが、それが借金になるわけじゃないですか、店からしたら。それでこそ、うん、うん、で在庫ならな、うん、あれだ、だそのお客さんはそげなことわからせんだけ、うん、そう、まあ、丸メイクしてるわい、丸儲けしちゃったわいっていうところだ。5割6割儲けちゃるみたいな、そういう感覚の人もおるかもしれないけど、そうだ、普通の人はそれだわ、うん、うん、買い物に来てくれる人がじゃあ、あそこ儲けちゃるのって思っちゃったわ。うん、もう商品、やっぱり商品仕入れて商品が売れんうちに問屋さんに支払いせないけんっていう、商品は残っちゃっても払いはせなならんだもん、仕入れたからにはな、うんうん、問屋さんも仕入れなならんだけん、うん、だけどどこの店も月末の支払いが本当に痛しいて、うん、一生懸命で、うん、一生懸命が何も一生懸命なたてて、うん、あれ横畑商店を、うん、まあ、20何歳の頃から始めて、まあ、60年70年ぐらいやってきて、で営業時間が長いっていうふうに、おお、おばさんだ、うん、なんだ10時までぐらいいつも開けちゃったわ。10時までぐらい晩の、うん、とも大したキャーセンダーの、うん、開けちゃらんでもまたひょかっと忘れとったまえでて帰ってたり、うん、朝は何時、朝はな、前にはな5時から開けちゃった開けちゃった。だまあこの頃6時過ぎだ、うん、うん、前らじゃな漁師もあばかおって、うん、ほうで朝泣きがよく海早いくが、うん、ひょけすらここでなんか海持ってくパンダはジュースだを買うに、前にこけなんかなかっただけ、自動販売機が、うん、中で買うだが、でそげな買っていくんだ、ほだけ5時に開けおった。いやそれがすごいわ、前の日に買っとけっていうふうに思うんじゃなくて、もうその朝帰るように開けといてあげるって、もうそれでこそそういう気遣いがあるけん、やっぱりよう気遣いじゃなせんだよな、みんながそげ、うん、やれ海行くにいいわいこけよって買ってきゃってって言うだけ。あと噂で盆の時とか、うん、盆の時とか座敷があるでしょ、そこを貸して夜中2時とか4時まで人がおって飲んでとか、そいでこそ、あ、本当なんだ、うん、みんなが我がちに出たり減ったり来てな、うん、盆踊りしんし、ここも来たり来てよ、うん、おったわ。へえ、本当に、うん、じゃあ昔は盆踊りって徹夜でやっちゃったんじゃ、うん、おー、徹夜でやって、その間ずっと開けちゃったけど、開けちゃった、へえ、寝てて寝てて、
ね、寝る時間なかったぐらいの。それでこそ、盆中2、3茶まで寝ちゃったわ。みんなが来て、和気もが来て、ジュースも飲んだり、冷めだり、酒抱えてきたりして、飲んで、そこの座敷で待って、せめえとこで、あげして、しょうったわ。それで、まあ、早い時には朝5時から開けて、まあ、今は朝6時ぐらいから開けて、6時開け夜中というか、この頃は9時頃に閉めるわ、この頃は。そこにキャーシュンだっけ。9時、10時まで、うん、まあ、10時まで続けちゃった時があって、まあ、そんだけ頑張って店を開けちゃった理由は、理由はてて、ただ起きちょだけん、どうし起きちょだけん、ただここ開けちょけんでだけだだわ。あ、そうやってずっともう60年前後ぐらいやってきて、うん、その中で店を辞めようと思ったことはありました？ないです。ない、ない、うん、どうでも頑張らと思って。頑張ら、うん、あのしんどい時はあった。よーしんどい時あらしの、わし豆でな、おかげで、ああ、うん、病気したことねえわ。ああ、足が痛いだけでな、うん、まあこの頃足が痛いだだだだ、そういうまだまだ元気で、風邪もひいたことなかった。今でも風邪も吹きやってる。それで元気で、うん、元気だだけんだ、うん、やめようと思ったことねえわ。やめようと思った、うん、どうでもせんだっていう、うん、あれで やっぱ好きだけんっていう、うん、深い人が暗い話したりな、よろずなニュースも取ってきたり、うん、世間話、世間話もしたり、うん、こけくりゃ話すんにいいわっていうもんもおったり、川崎のばあさんがいつも来おったわ。あれもおらんやんなってしまって寂しいわ、うん、いつも来てわこらはねえてな、うん、それで、まあ、店を辞めようと思ったことはなかった。うん、なかった。でそれでたまには長く休み取って旅行とか行ったりとか、そういうことは、そげなことおめやしな、我が元が言って。うん、いや、旅行とか。よう、そげな時か、合わなわんだ。足が悪いに、うちにおるが一。うちにおるが一。あの、うん、じゃ本土の方とか行くこと。あれはせんの、あれはせん。え、あれはせんの、来たことあらせん。何十年来たことあらせん。ということは、行ったことはある？うん、そら行ったことはあったけど、前じゃな、あの、何回なわけで、あの、旅行がありよったら店やの。店やな、うん、なんかあげなでな、うん、行ったことがある。商工会の旅行、商工会かな、うん、なんかあげなで行きたりしょったわ、うん、ほけなけなに他のあれでないきゃせん。最後に本土行ったのはいつですか？そらまあ何十年ならず、何十年、どっこだいきゃせん。10年20年うん、どっこだいきゃせんの、まあ、ここが一、我が元が一。それで純ちゃん、まあ、店を辞めようと思ったことなかったって言ったけど、うん、例えば他の仕事やってみたかったとか、そういうのはなかったですか？まだ全くない。うん、なんだい、この店だけ店、うん、あ、じゃあやりたいことやれて、その中で楽しく、うん、それでお客さんも楽しんで、うん、お客さんも来て跳ねたり、うんうん、そげなんで、やれこけくれニュースがあっていいなぁでて、ああ、言うだわ。買い物に来たりして、井戸端会議、うん、それから他のももくれ、今日はこけこけだったどうって言って、うん、教えてこすだけ。いやいや本当にやでって。確かに店やってないもんはなかなか合わん人とか多いけど、うん、店やっちゃったら合う人が多いもんね、うん、そういうだだ、うん、買い物来てこすだけ、うん、そげなでな、うん、あれするわ、本当に。それで店を始めたのが昭和32、33年のねえだらかと思うだろう、まあ、はっきりわからんの、うん、まあ、その頃はまだそのフェリーがクリーについてた時代ではなくて、フェリーやなんやって、あて、あの船が、 あんたらちゃんも子供によってわからんかって、クリーの沖の方に泊まって、うん、ほんで下広の門がの船で、あのお客あれしたり荷物乗せてこっちのクリーの港に持ってきたりしょった。へえ、あ、じゃあつける港が、つけられる港がなかったり、なかったいうこと、うん、ほんでいつ頃あの直木汽船つけるやんしただいな、クリー港が、
そらあんたのこのお父さんらなしちょるわ。下広さんはまだ新しい方で、その前は氷の時はや時はやさんで、うん、お店やってる。あそこへあの、はい、クリーンにあの船が着くやになっただけ、うん、で下広さんもクリーン来て店も作ったり、あらもがね商売して、なんか父ちゃんに話聞いたら、その氷と大江のワンでやっちゃった大江の時は屋さんは、うん、そのお聞きせんの人に栗まで行ってござんかって言われて、うん、それがあの断った、それを断ったっていう話で、それで下広さんがやるようになったっていう。下広さんが長いことしちょったと、うん、結構長いこと、うんうん、ここであの用してるサーラチもよそでちょっただわ、よそって、うん、で戻ってきて僕は大きき船するやんなって、下広のお父さんも世話入れたわ、大きき船生きて手伝って、とにかく我々だけでしとったっけ、うん、下広さんも、あやっとった、うんうん、やっぱり秩父はあの隣の西の島や浜と違って、西の島や浜だと沖木船が雇ってる、うんうん、そういうふうに綱取りやら、うんうん、キプリやらがおるけど、だけど秩父はそういう我々だけでしょ、自分らでやるしかなくて、うん、しちょっただわ、下広さんも我々でしちょったわ、うん、だけどあの、まあまあ、どっちも民間だけど、あの秩父の普通の村民がやっちゃったということ。ニブリの皆さん、秩父の皆さんに何かメッセージ、何かあのメッセージ出て、長い間お世話になったということだな、お世話になって本当にありがとうございましただわ、おげなことだわ、メッセージ出てそれだな、うん、みんなにお世話になって長い間可愛がってもらって店ができただわ、ありがとうだございましたわ、本当に代々太に行ってないけん悩めるということ、みんなわしらもまだ太にそげやれ店やめどうとかなんとか言ってないけど、あの店を閉める日が決まったら、うん、入り口に張り紙したりとか伝えたりとかはします。そうじゃな、まあ土下座が言いたいな、特段やにしたいかな、まああそこの三崎あの正也さんもやめた言うだけ、うん、まああれもな売れんけんな、やめねならんわい、ほんと、うん、か氷の方ならさ、あそこ行かんてて、あんたとこへ朝日屋さんがあんだけん困らせんだわ、ちょっと買い物行かんの鈍いわな、年寄り多分困らず。同級生が鈍りにおるんですけど、うん、あんたの、うん、誰が同級生だ、大島の、あー、あきらさんがや、うん、そうか、もういつもその横畑商店の話になるたんびに、横畑商店がなくなったら鈍いのもほんと困るけんなってちょっと言っちゃって、本当にそげてきてちょっと、うん、もうほんとみんな横畑が好きで、ようこそ、あいらがいつも買いに来てごすわ、うん、夜でも細くなってからでも、まだアイスが欲しい言うけん、買い来たわいとか、うん、あきらさんが来たりするわ。だけん、やっぱりその、例えば、まあ今、車乗れるもんとかは、うん、そうそう、2キロ、3キロ、車走らせれば、うんうん、店はあるっちゃあるけど、だけど、あの、やっぱり、ニブリに横畑商店があってほしいっていう気持ちは。そういうのだ、うん、あの、何一つちょっとな、うん、あれする言ったてて、ここライターからライター一つ欲しいよって言って、あれさ氷までな、ライター一つ買いに行くこともな大変だだけ、ここにあれちょっとこのライター全がねえけん貸せよとか言ってな、持ってんのか、まあ、あのある意味家族みたいな感覚で横畑商店あってほしい、それで横畑商店が好きでっていうような、そういう感覚で、ようこそみんながそげってな、かわいがってげって長いこと、うん、あれさ、あの商売させてもらっただわ。ただ、うん、それはあの誰がやってもできることじゃないし、まあ、あの例えば
まあ、うちの店とかはそこまで愛されてないかもしれない。いやあれ愛されちゃう。だから西田商店って言ったらあんたもあって、西田不安がニブリもあばこんにも、いや それでも西田不安がおると、それでもやっぱり愛され方はもう本当横畑商店じゅんちゃん、やっぱりどうしても、まあ、やっぱり横畑商店がこのまんま閉店してしまうっていうふうに思ったら、もうじゅんちゃんがおるこの横畑商店っていうのを、ようこさんから上手に言ってごすんで、映像で残しておきたいし、もうそれであのにぶりちぶりで生まれ育った人、あとはお盆とか正月の時に卵を帰ってきた時にここに来て楽しい思い出がある人らがいっぱいおると思うけん、そういう人らがまたたまにでもね、うん、あの戻ったわいって言ってな、こけて、うん、戻っただわって言って、うん、声かけたりすら嬉しいわ、うんうん、そういう人らもあの横浜商店がなくなったらもうほんと悲しむと思うし、ただあの頭の記憶だけじゃなくて映像でパッとたまに見れたらすごい懐かしい気持ちになって、まあ、本当に癒されるというかいい気持ちになると思ったんで、うん、それでやっぱり映像に残したい。上手な言うわよ本当に。いや本当にそれはもう、まあ、そんぐらいやっぱり、うん、みんなに尊敬されて純ちゃんは、ありがとうようこそ、うちの父ちゃんも純ちゃんにだけは勝てんわ、やれよあんた、もう私は本当に西田のお父さんに本当にいかにもあれだぞ、何でもできる偉い人だぞ。いや本当、まあ、あんたらちゃん親があげない親を持って幸せだぞ、うん、そら親と子だけに喧嘩もすったわい、うん、喧嘩もすったけど親はあんたらのことを一生懸命思ってしてこすと子だけ、うん、まあうちの父ちゃんも頑張ったかもしれんけど、また頑張っちょるわ、純ちゃんのその頑張り方とか、あの全然その みんなに対する気遣いとか、あとはそうですね、店に来て純ちゃんと喋ったりするだけでも、ここで買い物するだけでも気分良くなったりだとか心地よくなったりだとか、そういうことがあって愛されちゃうわけだけ、あんたがいかにも上手に言うかな、いや本当そう、本当にまんて、いやあの店うちも店をやっちょっけんこそだけんこそ純ちゃんのその愛され方というか、そういうの凄さがわかるけん、あのしかも長い間、60年前後、ずっとやってきたっていう、ありがとう、いや本当に感謝の気持ちも伝えたかったですし、いや本当にようこそ、本当にあんたが忙しい走り回っちょるにこけきで、いやその本当にようこそようこそ、本当にその気持ちをありがたくもらえます、本当 に、あのまあ、僕は代表になるような人間ではないですけど、やれだ、渋谷あんたが若いのに待って、ね、気が利くにはしまって感心しちょるわ、年取ってならいだだで若いのに、本当だよ、まあ、本当に渋谷の人間、自分で生まれ育った人間として感謝の気持ちを言いたい、本当ありがとうございました、こっちこそありがとう、ようこそ本当に痛み入ります、土産までよくげて、痛み入ります、本当にありがとう、あと、まあ、少ない期間ですけど、うん、本当に、うん、あまり無理せんように、うん、頑張ります、はい、うん、まあ、今年一平はやった、うん、まあ、チートは正月の桃取って、うん、じゃあ、うん、そこを踏ん張って、あの最後を踏ん張って、あのやりますわね、はい、うん、まあ、ただか、まあ、いつまでもすだかって言って怒るかもしれないと、うん、うん。